ベトナム、ホーチミン滞在中に詰め物が取れたとか、かぶせ物が取れた、歯が痛くなった、急に歯茎が腫れてしまった、虫歯で穴が開いてしまった、かぶせ物が取れたなど、様々なお口の中のトラブルがあるかと思います。しかし、このような時にベトナム、ホーチミンという海外での歯科治療ということで不安になるのが費用面、治療費、価格ではないでしょうか。ホーチミンの有賀歯科ではそんな費用面、治療費、価格でのご不安を解決できるように治療費を明確にさせていただいております。日本で健康保険、国民健康保険をお持ちの方へ、日本で健康保険、国民健康保険をお持ちの方は一定の条件を満たせば、病気や怪我で海外の医療機関で治療を受けた場合に帰国後に申請すると、支払った医療費の一部が払い戻されます。ホーチミンの有賀歯科では、この申請に関するお手続きの書類作成を無料で治療のその場でお手伝いさせていただきます。医療費が支給される範囲支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下の場合などは対象となりません。保険の効かない診療、差額ベッド代、美容整形効果な歯科材料や歯列矯正治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合、臓器移植などしか、歯医者さんに関しましては一般的に日本の歯科治療で受けられる範囲であれば支給の対象となるでしょう。しかしセラミックや歯科矯正は日本同様、保険の対象外となります。支給額海外療養費の額は、日本国内での同様の病気や怪我をして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。標準額日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額、実際に海外で支払った額の方が低いときはその額から自己負担相当額患者負担分を差し引いた額を支給します。手続きに必要な書類、健康保険、国民健康保険ともにホーチミンの有賀歯科では手続き書類を無料で作成させていただいております。お持ちいただくものは特にはございません。ホーチミンの有賀歯科では日本の健康保険、国民健康保険をお持ちの方は無料で保険請求するための診療内容明細書をお作りしております。また、他の保険に関しましても書類等ありましたらお持ちくださいませ。すぐさまご対応いたします。ホーチミンに滞在中の皆様がご安心して治療できるように、ホーチミンの有賀歯科では努力しております。